これ、あ、さっきの大事だったけど、そので電解質飲んで急に足が軽くなった感覚があったってことだよね。そうですね、はい。それまではまあその重い、自分の足が重いっていう感覚は、ね、うん、認識はなかったんですけど、うん、取ってからスッと軽くなった感じがあったんで、うん、あ、それまで 重たかったんだなって、うん、あと、まあ、手のしびれとか、うん、まあ、むくみとかもちょっとあったのかなって感じですね。そうね、むくみはさ、まあ、低ナトリウム血症でもあるし、普通にむくむことも運動しすぎであるから、どっちか分かんないんだけど、まあ、ピリピリって感じとかしびれとかは水分電解質がうまくいってない時で、でダブルエイドとかあのパウダーあんま取ってなかった自覚があったんなら多分それが原因で、で飲んで軽くなってね走れるようになったってことだから、まあ、やっぱそれくらい重要っていうことだよね多分。そうですね、本当に大事なとこをちゃんと取っていくのがポイントで、で頭から抜けていくから難しいよね。実際にやってるとさ、はい、そのね、動画とかでも電解質の重要さはいっぱいあの学んでたんですけど、ね、学んで自分でも発信するけど、はい、それでもやっぱ疲れてきてぼーっとしだすと、ちょっとずつずるずるといったりね、気づいたら結構あの取ってない時間が空いてたみたいな感じだったので、うんうん、今回糖質ばっかり意識がいってて、あの取らなきゃ、でなんで糖質取ってるのに足動かないんだろうなみたいな感じで、うん、出たんですね、うん、そう、うん、結構足が重いって感覚出るんだよね、手その電解質の不足ってさ、うん、なんかつるとかそういうイメージ強いけどとか、まあ、頭クラクラするとか、うん、その足が重いのが軽くなるからね、その、うん、電解質のやつ、だからそれもありかも、なんか足が重いなってなった時に多くはガス欠か、まあ、足の売り切れとかっていうちょっと抽象的なことを扱う人がいるけど、エネルギーかだけじゃなくて、まあ、電解質のところも可能性としてあるってことだよね。でそれパッと飲んだら結構早く電解質は回復するから、その可能性になんかこう気づくというかのも大事なんだろうね、次に、うん、重くなった時に。今回前比較的暑かったので、サブスの電解質 あの消耗、うん、消費もあの他の時より激しかったのかな、うんうん、そうだね、汗の絶対量が多いから、うん、電解質もね、それは出てるだろうし、うん、なんか水分はさ、こう喉乾くっていうので、なんかの飲め飲分かるんだよね、そのこれくらい飲まなきゃみたいなのが、うん、あ、そうです、そう、電解質ってなんか喪失した自覚症状がないんだよね、うん、だからで本当に減ってしまった時にガツンとくるからさ、うん、だから気がついたら遅いってことがあるから、うん、なんか認識、自分が認識する問題が起きる前に飲まない、予防的に飲まないといけないっていうのが難しいとこだよね、うん、そうですね、なんか僕も今までその電解質大事とは言いつつ、そのあの自分でその経験したことがなかったんで、そのあの取って良くなったっていうか、その取らなくてダメだったみたいな、うん、まあ、自覚がなかったんで、まあ、あったのかもしれないですけど、うん、まあ、今回それに気づけただけで結構あのやってよ、なんか価値はあったかなと、うん、ね、大きい経験で、ね、それで飲んでグワッと変わる感じっていうのは、ね、なかなか忘れられないというか、うん、いい学びだったんだね、じゃあ、うん、そうね、なんかそういう取らなきゃってなんとなくスタートする前に思っても取らなくなっちゃうんだよね、うん、自分もなんでかなって思うんだけど、結構その時々が辛いからさ、食べたいものとか好きなものに目が行きがちな気がする。そうですね、でちょっと我慢大事だけど、ちょっと気分が乗らないというかさ、我慢しないとってものは手が伸びなくなってって、で気がついたら時間経って不足してるっていうケースがあるから。そうですね、まあこれもこのままガッと飲んだら、まあちょっと、まあ、辛い、味濃いんで、うん、美味しくはないじゃないですか、やっぱ、うん、飲みにくくなってくると思う。そうですね、うん、でちょっと多分そういうのもあって後回しというか、うん、になっていったのかなみたいな、そう、ね、意識的に取らないと、うん、意識的に取るとか、まあ、あとはなんか好きなもので組み合わせられたらね、干し梅とオレンジジュースみたいな組み合わせも話前動画でブログ化で上げてたけど、そうですね、確かにその他のバリエーションも用意しておくべきだったなっていうのはありますね、うん、今回はそうだね、あのパウダーは携帯性高いのが便利だけど、こうやって置けるようなさ、まあ、時間層みたいな場合だったらジュースと
まあ、カップ麺な飲んでたよね。それも塩気あるからそんなそこまで多くはないけど、まあ、そのカップ麺プラスあのカリウム系のオレンジジュースとか、うん、オレンジジュース、トマトジュースは便利だね、うん、まあ、そういうバリエーションを電解質のバリエーションも増やせたら次もっといいかもしれないね。そうですね、うん、ね、すごいね。今の気持ちってどんどん忘れていくと思うんだよね。あの確かに確かに。だから覚えてるうちになんか キーワードというかさ、あの今カメラ回ってるうちに メモ書き程度のためにさ、うん、言っておいた方がいいよ。あのすごい記憶ずれていくと思う。あと自分と一緒にちょっと走った時すごく足が軽くなったり しなかった。ああそれはありましたね、うん、やっぱりとか、うん、あのここで3人で話した後とか、うん、あのやっぱり楽にありましたね。楽になる、うん、その気持ちがいかに体を重くしてるかというか、うん、きつさを生み出してるかっていう証拠だと思うんだよね、それ、うん、だからなんかその感覚は覚えておいて、で自分で、まあ、こうやって言葉にしてカメラで映像に残したり、うん、後で書いたりするといいかなって思ってて、そうです、自分もなんか昔の大会でその時間走で人に抜かれて、すごいスピードで走ってる人がたまたまその時間帯いて、ついていったらすごい楽になったの、うん、ペースが速くなったのに楽になった、うん、だからその時の記憶っていうのは結構大事で、自分の中ですぐ帰ってメモして、なんか遅ければ楽というわけではないっていうキーワードがバンと書いてあるのね、ノートに。でそれがノートにあると、次に大会にちょっとそのノートとか見返すと、それが思い出して、で信じられたりするっていうの、記憶のままでなんか形に残さないと信じる力にならないというか、自分でアウトプットしてそれが信じる力になって行動できると思うんで、ね、不安だと信じてその行動ができないだったりするからさ、ペース上げた方がいいといい可能性があると思っていても不安でできなかったりとか、そういうことがあるから、自分で自分の言葉にして自分に聞かせるって大事だよなって思う、うん、記憶って薄れていきますからね。そうそう、薄れていって改ざんされてさ、でいつの間にか24時間走るのすごい幸せな記憶に塗り替わったりしてさまた走っちゃったりするから、確かにみんなが陥ってるよねそれはありますね、いい部分だけど、そうそう、いい部分だけ残る。あとよく心理学でピークエンドの法則とか言うけど、こう一番最後の部分と痛みとかなんかピーク、すごい高い、うん、マックスのところが記憶に残りやすくて、うん、これ裏を返すとさ、ウルトラマラソンみたいにゆっくり長く続く苦痛って記憶から薄れるんですよ。あ、なるほど。だからウルトラマラソンって思い出した時のきつさ以上に実際走るときついんだよねそれはもう緩やかに長く続く苦痛がウルトラマラソンの特徴だから、うん、でそういうことを人は記憶からね、抜けてっちゃう、思い出せないから、だから最後がきつかった大会とか、瞬間的にすごいきつい思いをした大会っていうのは記憶に残りやすい、あの大会きつかったって。あ、今回で言うと最初の方がきつかったですね、その暑い時間使って、うんうん、暑かったね、初日こうフラフラ、まあ、頭ボーッとする感じがあったんで、うんうん、ちょっとやばいなと思ってたんですけど、まあただその日が沈んで涼しくなってきたら多分回復するだろうと思って、うんうん、そのしんどいのがずっと続くわけじゃないかなと思って、うんうん、そのでもこう波があるので、そのまた上がっ、あのちょっとマシになってくるだろうって信じて、なんとか粘れたって感じですかね。うんうん、ね、そこ先を見越してうまく走れてた気がするね、最初の方は。ああ、まあ、知って言えばその暑いんで給水とかも取るたびに、その最初あの9キロのコースじゃなくてもよかったかなって思いましたけど、5キロの方でもっと給水とか水浴びとかして、最初は9キロって、まあ、最初から思ってたんですけど、うん、暑かったらそれってちょっとそういうふうにしてもよかったかなっていうのは、うんうん、そうだね、後でも、うん、確かに今思います。こう最初こそね、体力あってマゼの量多いから、うん、ちょっと短めのコースに行った方が良かったかもね、戦略的には。どうしても精神的に飽きそうだから、長いコースで最初稼ぎたいって気持ちはすごい分かるんだけどね、うん、ち
ょっと今回の場合はそれがアダになったかもしれないね。そうですね、うん、体液を喪失する方に動いてしまったね。まあ、そこから復活できた経験っていうのも一つの成功体験として良かったかなって感じですね。そこまでしんどくなっても、まあ、なんとか気温が下がってくれれば戻ることができるって分かったっていうのが良かったですかね。なんか食べ物とか用意したもので意外と良かったものとか想定外にちょっとだ難しかったこととかってある？カレー養生ってやつ、まあ、袋もないんですけど、なんかあったね、うん、さっき映してた。あれが初めて買ったんですけど、はい、あれが結構良かったですね。味もなんか濃くて、その走ってる時にこういい感じに、うんうん、パンとかと一緒に食べると結構相性が合う、うん、パンと一緒ね。だいぶビフォーアフター撮ってないけど減った気はするね、ちゃんと撮れた。まあ、ナッツ系は全然入れなかったですね。ナッツ系ちょっと難しいよね、自分も難しいなって思う。24時間とかまた暑かったりすると食べにくいし、うん、そうですね、6日乾燥ぐらいのレベルになるとね、栄養価高くていいかなって思うんだけど、まあ、そうそう、栄養価高いって聞いてたんで用意してみたんですけど、うん、発作なかったですね、うん、まあこれ糖質は少ないしね、栄養価高いといっても、まあ、そうですね、補給向きではないね多分、うん、か、まあ、お魚ソーセージは結構良かったですね。あっ、いけた、はい、いけたですね、うんうん、はい、まあこんなには食べなかったですけど、うん、良かったのはこういう、ああ、はいはい、まあ、缶詰みたいな、缶詰系の果物ね、うん、暑いし、はい、暑いからちょっと食べやすかっただろうね、そういう果物も。そうですね、うん、親子丼もよかった、うん、あ、親子丼のやつね、うん、レトルトの、うん、はいはい。なんか飲み物はどうだった？飲み物はお茶とかがメインで結構飲む。そうですね、なんか、まあ、さっぱりさせたいのが、うん、お茶、緑茶と、まあ、麦茶と使い分けて、うんうん、って感じですね、はい、お茶いいよね、結構さっぱりして自分も飲みたくなる。あ、結構基本電解質パウダーでガンガンいくんだけど、うん、後半とかなんかやっぱちょっとね、ネバッとするというかね、なんかさっぱりさせたいなって時に緑茶系入れるとすっきりして、うん、電解質パウダーはいつもお茶で飲んでるんです。お茶で飲んでる、うん、お茶でもいけるよね普通に、うんうんうん、あとバームとかもいいですね、飲みやすかった。あ、飲みやすかった、うん、あ、この味か、好きだよ、自分もこれ美味しいよ、ね、飲みやすい、うん、全然、あと後半アスリチウムは全然取らなかったです、ね、うんうん、まあ、そう、いつもそうなんですけど、なんか後半になるにつれてちょっとジェルがダメになってた、うんうん、今回はまあそのこうおかゆ系とかいろいろあったのでなんとかなった、うんうん、なりましたけど、そうね、確かにジェルが後半ダメになるってケースもあるよね、普通のものしか食べれないみたいなさ、うん、逆の人もいるけどね、固形物がダメになる人もいて、最後の方ジェルだけ飲み物だけって人もいるから、うん、人それぞれなんか特徴が違うみたいだけど、そうそう、まあ、オレンジジュースも安定してる、安定してね、うん、オレンジジュース自分も好き。これは池田なんか食べにくそうだなって思うけど取らなかったっすね、うん、取らなかった、うん、まあ、これも初めて買ってみて取るかなと思ったんですけど、あんまり、うん、発さなかったですね、ちょっと暑かったからね、なんか、うん、涼しかったら前半取れてたかもしれない、うん、結構電解質パウダーが残ってる、うん、電解質パウダー、え、何本使ったんだろう、一袋使ったのこれ、一袋プラスなんか3本ぐらい発数があって、うん、こんだけあるってことはどうなんだろう、何本でしたっけ、10本入り7本とかしか取ってんのか、え、全部で全部で、はい、全部で6本7本かそれは、はい、相当少ないねまあでもその10本いってない、10本いってない、うん、それは少ないな、ちょっと他ので塩分取ってたとかもしれないけど、これがメインの電解質だったら
もっと取った方がいいね。前半は取っていて、うん、その夜とかが結構ごっそり抜けてたって感じで、最後の 3,4 時間ぐらいで、あ、全然取ってなかったって気づいて、うん、3本ぐらい取ったって感じですけど、まあ、うんですね、基本なんか1時間に1本ぐらい、まあ、汗とかの量にもよるんですけど、うん、ぐらいですよね、大体。そうだね、汗の量けど、自分どうやってたっけな、これをね、300、自分これ300とかで溶かすと思うんだよ、250、300で。神宮外苑とかしたときはね、800、うん。そうすると、1時間で、自分500ぐらい飲んだりするのかな。そうすると、1.5、5本ぐらい取ってるかも、自分。それぐらいのペースで、あの、電解質パウダー取ってる。そういうときは、干し梅とか取り始めると減るけど、だから、暑いんだったらね、なおさら2本ぐらいいっちゃってもいいんじゃないかなって気がするね。まあ、あとこっちも、まあ、でも1本しか用意しなくて、うん、1本しか取ってないんで、そんなに。やっぱ電解質が、まあ、あとオレンジジュースぐらいですか、ね、うんうん、ちょっと足りなかったですけど。足りなかったね、うんうん。まあ、そこを改善したら次回もっと、うん、楽に走れると思うから、それを期待して。カレーとかもあんま入ってないんですかね。そんな入ってないと思う、うん、この真夏に24時間走る人の塩分補給量としてはちょっと足りないぐらいね。もちろん入ってはいるんだけど、うん、そっか。でも走り終わった感じはなんか元気そうだしさ、体は辛そうだけど比較的すぐ回復ね、復活できるかも、ね、ちゃんと休んでほしいと思うけど。ああ、はい、うん、そうですね。だけどなんか100キロ通過時点で結構いつも以上に疲れがあったって感じですね。うん、100キロね、その辺でもうちょっと予定と違ってたというかね、うまくいってないところがあったんだろうね、うん、なるほど。じゃああれか、あんま話しててもね、ちょっとゆっくりね、回復もしたいだろうから、これぐらいで。もう何かカメラに向かってある、何か話しておきたいこと。大丈夫です。じゃあ大丈夫かな、はい、じゃあこれで反省会終わりということで、お疲れ様でした、はい。